転校生中村です。はい、今日のゲストは森住さんです。よろしくお願いいたします。あのね、僕らの褒め言葉で、はい、ダサかっこいいって言葉があるんですよ。最近なんだけど、はい、結構ヒップホップなんか聞くんですけど、いろいろ聞いててね、たまに中村さん思い出すときあるんですよね。なんか、中村さんのほら、そんなヒップホップってイメージないんだけど、はい、なんか、聞いてるとね、たまに超ダサかっこいい部分があって、それがね、なんかこの、天候都市みたいに作るところがあるようなね。ありがとうございます。すね、ダサさって、割と僕、いいスパイスだと思うんですけど、そうですよね。ダサいのをちゃんとやることがすごく大事だと、自分結構思っていて。だから僕は恵まれてるんです。すごくこうやるだけで天候都市中村だって分かってもらえるって自分の持ちネタっていうのあるじゃないですか。うん、あるある。それだね、中村さんだからいいんだよな、天候都市ってね。未来に技術ができるだけ残せるんであれば、佐野さん残していかなかったじゃないですか、自分の言葉で。うん、そうだね。もったいないですよね。もったいないです。初めから最後までラーメンにアカデミックな教育が必要だと思わせてくれたのはあの人なんで、うん、誰の授業を受けたいって言ったら多分皆さん佐野さんの授業は受けたかったんじゃないかなとは思いますよね。あの人ね、人に厳しい前に自分にすごく厳しかったですね。それでね、なんかぼそっと僕に言ったことがあるんですよ。森住ねと、これ豚の背脂からラードを抽出する技術をね、台湾の人がお願いして、100万円で教えてもらったんだよね。だから、なんだろう、その、気持ちで、すごい気持ちを伝えるために、なんかこう、男気がやっぱあったかな。向こうからの金額を提示されたんじゃなくて、たかだか3日ぐらいなんですけど、俺は勉強しに行ったんだと。そのネギ油。ネギ油。そのラードを、二度引きして、水を加えて、抽出をするという、その温度とか時間とか、そのいい香りがしてくるということが知りたかというのに、なんかそのお金を払ったって言ってましたね。で、そういうことを習得してますからね。やっぱ勉強家ですよね。貪欲でしたよね。知ることに対して。そうですね。まだ中国ってそういう技術ってその消えずに根付いてるんですかね。それともそういうのっていうのは日本と同じようにだん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  なくなってったりはしてるんですかね。あのね、なんか僕はね、なんか向こうでね、すごく大きい中華のチェーンをやってる人たちと一緒に、はい、仕事に来てたんですよ。はい、で、そのキッチンに50人ぐらいいるんですよ。はい、で、まあ、300坪から500坪ぐらいの店舗なんですね。それが500店舗ぐらいあるんですよ。はい。で、キッチンの壁が全部いけすになってるんです。まあ、僕も中入って、彼らと、すごいこう、料理、マッチやったりとか、なんかいろんなことをやったんですよ。すごい勉強になったんですけど、はい、で、僕はほら、ラーメンとして呼ばれたじゃないですか。うん。で、恥ずかしかったのが、ラーメンって一つの店で炊いたり抽出するスープの種類っていうのは多くても3種類とかじゃないですか。うん。できないですよ。できない。で、それでラーメンだけ売ってやってきてますけど、彼らはものすごい種類のスープを使うんですね。鴨の白湯だったり、まあいろんなものを作ってるわけですよ。だから僕はそこにね、ポツンといて、確かにスープのクオリティとか品質とか、そのハートだったりっていうところでは、おそらく負けてはないと思うんですよ。食材のブレンド力だったり、そういった意味では、彼らもすごくこう崇拝してくれてましたけど、なんかその一種類のスープっていうところがね、なんか僕はちょっと劣等感すごい感じまして。彼らすごいんで、なんか中華のシェフたちっていろんなスープ知ってるじゃないですか。学ぶべきね、ことがすごくたくさんあるし、食材のね、変わってる数も全然違いますし、そのラーメン専門店として行くと、
結構なんかこう飽きられちゃうんじゃないかなっていうふうにすごい思うんですね。その応用力だったり、いろんなことですよね。まあ本当にこの間のスチーマーじゃないけど、なんかそういうことですよね。なんか100度を超えないところでの油の抽出とスープの抽出と乳化ということが、すごく価値があることだと思ってるんですよ。100度、沸点に到達しながら時間をかけて乳化をさせていくというのももちろん素晴らしい技術なんですけど、旨味を残していく、旨味を残していかなきゃいけない素材のブレンドをするじゃないですか。一本のスープの中で、いろいろな素材をブレンドして、100度に到達させずに乳化をさせる。で、5時間以上ほったらかしても分離をしないというところが、ものすごい発見だし、ね、すごい面白いことだと思うんですよね。だそういうところですよね。ただ、向こうの本場の本当に売れてる店、大きい中華のキッチンというのは、やっぱすごい勉強になりましたね。色だって2メーターぐらい、直径2メーターぐらいのやつ、チェーンで、ね、チェーンブロックでこう上げて、蓋開けていくわけですよ。日本の街のレストランがやれるレベルを相当超えた次元で、レストランなのにもう本当に工場みたいなことをやれるじゃないですか。うん、これ日本に持ってったら普通にもうレストランじゃなくてこれ工場ですみたいな。そうですね。それをやっぱりやっちゃうっていうのが、安い国だからできるのか、もしくはめちゃめちゃな金持ちがそれを投資できるからやれるのかみたいな。そう、両方ですよね。いろんなところでね、条件が重なってますよね。でかい投資をしてやるのか、それともそもそもそのシステム自体はそんなに、結構でかいことやってもそんなにかかってないのかって言ったら、場所にもよると思います。やっぱね、そこまで大きくなるとやっぱ資本、日本と一緒で資本主義ですよね。そこのシェフにしても金銀銅って分かれてるんですよ。ゴールドになると相当年収なんかも2000万ぐらい超えて、ハイヤーで送り迎えとかね、なんかそういうレベルですよね。だからまあみんな目指しますよね、そういうところをね。どうなんですか、中国が一番ステータス高いんですかね、料理人の。でもステータスとしてはね、フランスとかってやっぱ相当高いじゃないですか。うん、でも中国もね、なんか一級料理人とかってもう本当にとんでもない地位になりますもんね。そんな彼らとなんか結構いろいろ、まあ1ヶ月ですけどね、毎日休みなくびっちり朝から深夜までずっと一緒にいましたけど、ただまあ短かったかな、1ヶ月なんでね。ただまあすごい得るものもありましたし、で彼らもなんかそのマインドをすごく継承してやってくれてましたし、なんか、イメージしてる中国とはちょっと違いましたね。テンションが高いんですよ、何しろ。モチベーション下げないというか、士気がいつも高いというか、なんかすごい、まあ、なんか勉強になりましたよね、なんかね。流行るからテンション上がる人と、そもそも好きだからテンション上がるっていう、例えば中国の一級料理人って、流行りすたりじゃなく、ちゃんと丁寧に技術を磨いてきた人しか行きつけないとこまでじゃないですか。でも今の日本の飲食シーンとかを見ると、やっぱり結構なんだろうな、世の中にメディアに出て、流行って、どんどん技術がそこで集まってって、ブワーって行くけど、廃れちゃうと、どっかにまたサッカーボールが飛んでっちゃったみたいなところでまたそっちにブワーって行くけど、そういうね、料理のあり方ってどうなのかなっていろいろ思いますけど、どっちの方がいいのかっていうのは分かんないですけど。ただね、そこは社内で1日に5回ぐらいテンションが高い掛け声というか、号令というか、仕事中、お客様も満員の中で、ホールのスタッフも一丸となってやるんですよ。で、確かにね、そういう戦術というか、まあ、経営センスというか、なんか聞いてるこっちもテンションが上がってきますよね。聞かないとこれ実際わかんないことなんですけど、なんかそこで働いてるということに対しての誇りというものがすごい感じられましたね。気合の文化ってアジアが結構独特な空気を出してるというか、アメリカとかで多分気合が通じる文化って軍隊とかチェアリーディングとか、ああいうところはあるかもしれないですけど、ごく少数派ですよね、本当に。そうですよね。それで彼らのね、なんか三国志見ててもそうだけど、一糸乱れぬその息の合い方というか、
なんかこう乱れないんですよね、うん、こう声のトーンもそうだし、まあ、声の張りもそうだし、なんかすごいそれも研修でやるんですけど、リズムも乱れないしね、一人として、だな、すごいすごい教育だなぁなんてちょっと思ったりして、それをキッチンとボルト同時にやるんですけど、全員で1日5回ぐらいやってましたね。大事ですよね、気合でチームでいいものを作ってお客さんを喜ばせようっていう心って。そのお客さんもそれ結構聞けたらラッキーみたいな書き込みなんかも結構ありますし、手を動かしながらも顔をそらしながら、その料理にね、唾が飛ばないように気を使いながらも、ちゃんと、うん、立ち振る舞ってたっていうのが、なんかこう、見てて素晴らしいなっていうね。レストランの掛け声って僕ね、日本ではより考えさせられるというか。だから僕もね、一回店でいらっしゃいませをなくしたことがありましたね。